都市基盤設備整備による効果補助第28号線交通結節機能を強化し安全で快適な駅前空間が駅と地域をつなぎます。整備主体東京都交通の円滑化バスタクシーや荷さばき車両等の停車場所を本線交通と分離することで交通の円滑化を図ります。交通の円滑化により公共交通の利便性向上が期待されます。安全で快適な駅前空間の創出と交通結節機能の強化歩道幅員を広げることで歩道部の混雑を解消し安全で快適な歩行者空間を確保します。歩道部の混雑の解消やバスの乗り乗降口を集約して配置することにより鉄道とバスとの間の乗り換え利便性が向上します。電線類を地中化し良好な都市空間を創出します。防災性の向上バスタクシーや荷さばき車両等の停車場所と本線交通を分離することで緊急車両等の円滑な通行が可能になります。電線類を地中化することにより災害時における安全安心な避難路物資輸送路を確保します。現状がこういう形になっていて、バスや自家用車が止まっていると通りにくいですが整備後は、自家用車等の停車の乗り降りの場所とバスの乗降口上などが整備され、交通の通行が非常に楽になりますね。大森駅西口広場歩道と一体となった歩行者空間が地域の人々をつなぎます。地形を生かしたにぎわい空間が地域の歴史を未来へつなぎます。歩行者空間の創出バス待ち合わせなど歩行者が佇める空間を確保します。地域の歴史や文化に触れイベントにも活用できるオープンスペースを創出します。このような形になる予定ということです。地域の防災性向上災害時避難者等の一時滞留スペースや救護活動にも活用できるオープンスペースを確保します。地域の賑わい空間の創出高低差のある現地形を最大限活用しつつ駅前商店街が担ってきたコミュニティ機能の再生強化を図るため自由総活用により賑わい空間を創出します。